機が純白のスモークを吹きながら進入してまいります。まずは着陸と横転を達成のご挨拶、ダイヤモンドダーティーロパスです。
大集合を終えました。6番機によるダブルライフエッジです。ライフエッジとは90度を切れるまま行く難度が高い科目です。さあ、会場正面方向をご覧ください。5番機と6番機によるダブルライフエッジでした。最近へと形を変えていきます。続いての科目はシングルクローバーリーフターンです。進入してまいりました。会場正面やや左手方向をご覧ください。3機の技法がクローバーの刃を描き始めると同時に電話体系に変化します。さらに今から横一列の体系に変化します。それぞれかたどっているのがご覧いただけますでしょうか。